おはようございます。ニキの一番ミートピアパート7、7回です。今ね、ちょっと荒野を適当に進んでたんやけど、特になんか変わったもんがあったかっていうと、今んとこ見つけられてないよね。特に何もイベントなくここは進めんのかな。前回、場所で言うと、分岐、荒野入った時上下の分岐の上の方触ってなかったんで、今上触ってますと。そんな感じです。が、これは、なんか、あんのかな？でもそろそろ王子迎えに行く。なんか王子どこにいるんやろ？ここかな？一本道やったらワンチャンあるかもしれへんな、王子。分岐あるからな。じゃあ違うか。山登りってきついね。もう歩けないよ。情けないな。どんだけーは、全然平気さ。たかし、大丈夫？おんぶしてあげようか。え、本当に？じゃあ、どんだけーもう。なんだこれ。どんだけー。似てないな。ちょっと似てなくなったな。調子いい時は似てるんやけどな。調子良くないから、朝一やっぱきついな。朝一どんだけはきついわ。しょうがない。頑張ろう。そうやって。この次ぐらいからかな、敵またちょっと変わっていく。まあ、ここでも変わってるか、十分。雲、雷雲と、岩、花岩。ノーズロックやったっけ？違うか。花の岩や、要は。ヤングオード、オッケー。みんなの予想。はい、この部屋のルール、君はいいね。賛成。部屋をいつもきれいにすること、部屋をずっときれいにすること、この世界はすべてき、おー、なんだ俺。俺みたいやな、やっぱり野菜。忠実に俺を再現してるかもしれない。この世をきれいに。なんかよくわからへんけど。足りねえな、だが。もうちょっとお金貯めようか。盗賊の武器買ってあげたいな。お、上に行くんだ。吹雪の山。しまった、あった。あれ、ここ行ったっけ。ここまで行ってないよね、多分。え、違う？行ったかな。待った、待った。多分行ってない気がする。おお、なんやこれ。緑の、緑ぴょんか。あ、やっぱ行ってないな。よーし。よーし。緑ぴょん。お金欲しいな。逆にね。どういうこと？逆にね。険悪なムード？何それ。どっちやろ、分岐。いける気がする。そうかな。なんか落ちてるよ。雨、俺今何本持ってるやろ。むちゃくちゃ持ってる気すんな。でかい。これはモンスターが入ってんじゃなかろうか。水玉の鎧。あ、強いんや。かっこよくはない。かっこよくはないね。まあいいでしょう。蝶々がか。
ほうほうほう。マジか。これ結構いろいろ分岐あるね。これ大変かもな。こうあの全部全パターンいくの。あれ近い。思ったより近かった。へえ。選手の服鎧を5種類集めた。うん。悪かね。ほいほいほい。何やこれ、どういう風に使う、じゃあ使い方わかるよもちろん使い方わかるけど、何やろ、武器とかではないのか。あらあらあら、野菜持てる、持てる男もつらいなほんまに。しまった、これそんな、うんうん、どうしよう、どうしたらいい、嫉妬した、これなんか変なイベントなのかな。ねえか、さすがにワンちゃんと食べたかな。どれどれ、そのこと残しちゃったわ。デュワーデュワー、鼻息、嫉妬か、かわいいな。よし、行け。カッターナイフの剣。弱さやけどな。73。攻撃力73優秀やろ。多分。多分、多分、多分ね。まだ全然空いてないよな。どうしたもんかな。あ、下から登っていく感じ。ああ、どうなんやろ。全ルート開けられる？これ結構時間かかるかもしれんね。まあまあええか、まあ、そういうこともあるよね。緑ぴょん、緑ぴょん、いいね、いい火力だ。緑ぴょん、レベル上がる気配全然せえへんな。経験値がちょっとさ少ない。まあそれしょうがないんやけどさ、なかなか少ないな経験値。ドルルド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 ル。はい、ゲーム券3枚。こっからどういう風に繋がるんやろ。上と上とは繋がらへんのかな。分岐の繋がりそうに思えるか。おお、旅の疲れ、また喧嘩してる、また喧嘩しても。あの、さっきはごめん、サイリは謝らない。それでもなんだこれ、よくないな、よくないよそういうのは。これ上と繋がらんのかな。上と繋がらなかったらもう一回来ないかんよね。あの上からこう下降りる方の分岐行くとどうなるか、どこにつくかっていうのをちょっと見てみたい。なんかもしかしたらいい宝箱、宝があるんかもしれん。どうなんやろ、なさそうっちゃなさそうやけどね。結構頑張ったね。まあみんな仲良くやってくれ、仲良くやってくれたらええわ。ほら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 、このマップ左下、左下マップ見てもらって、1個あれ？なんか分岐があるよね。もう一回行ってみようか。もうちょっとやろう、今日は。なんかお話しすんのかな？ででん、昨日目に眠れなかった。なんで？最後の音がうるさくて。え、ほんとごめんね。嘘でしょってずっと言ってたよ。みんなに黙ってて。なんでスキルレベルアップすんね、今まで。秘密を共有してるってこと？そういうことかな。よくわかんねえや。よし。これで、食べ物でも食わすか。なんか、好き嫌い、好き嫌いすんな、みんな。
ちなみに俺はパフェ好きやけどな、大嫌いなっていう野菜。野菜ちゃん岩石チョコ、好きな人は好きな人が食ってくれたらいいわ。一個さん食べちゃってください。よし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 、どうする、ゲームコーナー貯めておこう。またね、チャンスがあったらまとめてゲームコーナーやりまくってもいいしさ。やりまくる、うん。あともう1ルートあるよね。ちょっと行ってみたいけどな。もう行くか。よっしゃ、行こう。行こう行こう。で、今回のパートで、この岩山、荒地、荒野を抜けたい。全部ね、クリアしていきたい。どうだろう。行けるかな。うん、まあ全体攻撃できるやついて優秀だよね、うん、今コーヒーを飲んでるな。なんかペシャクシャ音するよな、やっぱりよくないよな、これ。歯磨き、よく喋ったりするととか、なんかなんだろう、歯磨きをしてないとか、喉が渇いてるとか、喉が潤ってるとか、そういうのでね、どうやらなるみたいなね。どれが原因かっていうと、まあ乾燥、なんて乾燥じゃない、喉が渇いてんのかな。もう一回歯磨いてもいいしなんですよ。何回でももしそれで治るんやったら見えるけどさ、なんか俺が聞いててっていうか、まあ、人の見ててそういうの音がそんなに気になる方ではないけども、なんかやっぱりそっちの方に行っちゃうよね、そのくちゃくちゃ音っていうか。俺今もしてんだけど、聞こえてんのかな、まあ、聞こえてるっしょ。なるべくカットしてそこ調整したいんだけど、そういうのはさ、やっぱりずっと鳴ってると集中できないというパターンもあるんで、とか人もいるんで、俺も多分集中できないんで、別に嫌とかじゃないんだけど、まあそれを嫌に思う人もいるから、やっぱりこう、なんだろうな、こういうことしてる間はなんか食べたりしない方がいいのかな。飲み物程度で、この乾いてる乾いてない、なんだろう、調整するぐらいでいいのかな。そうすると、まあ、やってる間、そのペチャクチャ音っていうのは、まあ、いくらがましになるような気がするし、あと喋り方はね、今、こう、なるべく俺は舌を動かしてないって話した時にね、なんで、話に波がないとか、声のトーンに波がない感じ。でも今でも、ペチャクチャ音してるよね。まあ、なかなか難しいわ。まあまあまあ、そういうなこと言っててもしょうがないんで、とりあえずね、行けるとこまで行ってみて、なるべくペシャクシャ音は言わへんようにするけども、なってしまったらそこはカットうまいことカットして、まあ残っちゃったらそこはごめんなさいということでよろしくお願いしますと。今もなんか社交を今ごめんなさいお願いしますっていうところでもやっぱりねえ、残っちゃう出ちゃうからね、わかんねえな、よくわかんねえわ。 MP アップで野菜は、プラス923あるってこと。嫌いっていうお前、人間は人間かもしれんが、パフェ嫌い、なかなか俺とうまく付き合うことできねえんじゃねえのかな。甘党やからね、甘党、あれちょっと待って、甘党と親父ギャグですね。30に近づくとやっぱ自然と親父ギャグが出てくるんですよね。甘党と、甘っとうって甘ってるの方言なんですが、まあそうだから、なかなか、あ、これは一本道かもしれない、どうだろう。出た当時見つからない、空気薄いしもう帰りたい、じゃあ帰る、もうちょっと頑張ります。おう、出た当時いないな、そういえば出た当時何してんだ、遊んでんのかな、どうやって来たここまで、誰か従者がいる。ああ、上か下が分岐はなるべく少ない方が助かりますが、少ない方が助かりますが、どうだろう。顔がね、
わかんないけど、節しかねえ。一個いいとこ見てみたい。え、もうそんな言ってなかったかな。一個いいとこ見てみたい。はい。息。あったな。学生の頃なんかコールしたことがあるようなないような、ずっとしてたようなずっとしてなかったような、したことがあるようなないようなコールよ。でなるべくこう、やっぱりコールってこうどっかから、上からなり横からなり分からんけど、違う学校から、違うサークルもあるのかな、どっかから来てるんがベースなんやけど、俺はもうとりあえずオリジナルをこう披露する、披露できるようにこう常に心がけてたと。クソみたいなコールがいっぱい生まれたけど、ね、全然覚えてないけどね。結局定番のやつが無難でいいよねって話で、そこにユニークさはあんまりいらないみたいな、ノリが良ければいいみたいな話なんだけど、別にオリジナリティはいらないんだと、ふと今考えてました。考えることになりました。これはまごうことなき究極の美味、この食感、この香り、手紙では伝えられない、伝えられないです。え、それだけ？それだけか。なんだろう、俺が行けばいいのかな。そういうことか。好き身代わり好き。いいわ、いいね。デン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 、高橋の部屋に行きたいな。やめろお前ら、お前らやめろ。まあ、いいんだが、ちょっと待って、じゃあしょうがねえな、これでいいか。こんなもんめちゃめちゃしてもね。何これ、よくわかんねえな。好きかも。でん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 、ちょっと全然音楽が違うって、まさかの。いやいや、パトリシア、お前レベル、お前との関係レベル上がったら、もしかしたら関係者上がったらいい技出せんじゃねえのかな。なんかゴッドフェニックスアタックみたいな。なんかこの馬の見た目がちょっとフェニックス感が なくもない感じなんで、そんな技目になったけども、そうか、こいつらじゃねえや、馬か。そういえば今気づいたが、これは馬なんだ。ちょっと防具が安いな、まだ安い。怪獣の鎧いいな、これ俺好きかもしれん。ちょっと待って、紫黒にしよう。怪獣の鎧かわいいわ。ここら辺金ねえからな、買ってやれねえんだよね。料理もいいや、とりあえず。ちょっと溜まってからにしよう。6個、7個、8個、9個。待って。これ、ここ旗立ってねえけど。うん、これ、あ、ルートが何個かあんのかな。リナと王子、イライラ。ん？お前、隣の国の王子リナトン。遅いぞバカ者。遅いぞバカ者。早く姫のところに連れて行け。いや、こんな王子きし。いや、失礼しました。実はカイオスに襲われてな。俺は勇敢に戦ったので、だが部下たちが弱すぎたクソを仕方なく一人撤退して。へへ。なんだこれ。なんだこれ。グリフォンむっちゃ強そうじゃん。いいなぁ。かわいいわ。可愛くはねえか。でも目可愛いな。羽とかちょっと可愛くないけど。でガンガン行こう、ガンガン。見ないしてるよ。エンヒュー。まあって感じだよね。なんだろう、気遣い。俺が手を下すまでもないな。マジ？結構タフなんじゃねえのこれ。倒した。倒したが、タフではなかろうか。経験値どんぐらいもらえんの ?120p120 か。じゃあなぁ、ジョーローストグリフォン。もうあれだ、あれ、見事な剣さばきだった。おお、城が見えてきたぞ。マリアの姫よ、愛しのリラトンがすぐ参りますぞ。これはダメだ。よくねえわ。ちょっと待って。これはこれでいいのか。一応、全部旗立てた方がいいのかな。そこまで気にすることもないか。思いながら、考えながら。はい。お前でも、リナトーンは、お、王子どうした？
ふむ、無事ここに向かったんだな。よくやってくれた。褒美受け取ってくれ。800ゴールドちょっと安いです。大丈夫です。よし行こう。やばいやばい、ちょっと待って、あれは王子、王子なんでこんな歩いてくんの。遅いわけでしょう。補正来ちゃった。でれれれでれれれ、あら見てしまいました。私見てしまいました。マリアの姫、あなたオリアトンが参りましたぞ。でりん、あ、お前、お前マリアの姫とどういう関係だ。君こそ誰だ。俺は姫の婚約者だが、君はどこに。マリアには任せられない。なんだと、うん、はは、むむむ。なんでこう王子様とこのなんかよくわからんやつ、都落ちしたようなやつがこう同じような感じで戦って。やめて、二人ともやめて。なんだなんだ、何事だ、何事です。どうしたらいいです。戻るです。大変です。全く三人とも取り乱しようって。落ち着きの身で落ち着かせてやるか。そのたちょっと使う頼まれてくれ。すまんの、落ち着きの身は森の奥にあるはず。わかりました。どこにある。おー、そこですか。どうやって行くです。先入れを渡しておこう。マジ500ゴールドか。やめようかな、行くのやめようかな。すまんが急いでな。ちょっと待ってくれ、どうやって行ったらいいの。ちょっと難しくね、難しくね、てかルート見当たんなくね。勝手に開くんか。あーなるほどなるほど、そういうゲーム。 OK、 終わりました。あ、あ、あ、いる。テントウムシ、テントウムシだな。なんだっけ、しかも赤、赤ぴょんは味ぴょん、味ぴょん食べ物かな。でも結構さ火力もあるし。うっ、すげー、何今の、何今の、すごー。あー何もらえる、これ経験値アイテム。あ、ぴょんのやつなんか優秀そう、多分わかんないけど。でここ行って、もう分岐なくていいわこれは。スーッと行きたいな、ここら辺は。宝箱までスーッと行きたい。すごい修羅場だったね。ユータさん切れてたね。リナ同士は本当あれだね。あの人が婚約者って。マリアの姫かわいそう。まあ、世間的、見解と私の見解も一致してると思うし、このミートペアの中はね、この4人の見解ももちろん一致してる。リナトーンはクソ。あ、行こう。行ってみた方がいいよ。今日はいい気分。あら、迷いましたわね。歩いてればどっかに出る。なんとかなりますわ。え？全然迷ってねえじゃん。ミートピアン料理30種類集めよう。OK。ふわふわーって、あ、そうなんだってね、確か音楽もうちょっとやりましょう。この荒野を脱するまでは私はやめられないです。また、順番に順番に、野菜とパトリシア、野菜じゃねえや、野菜か、野菜とパトリシアでしょ。で野菜と菜を組み合わせると関係良くなるかな。2人の関係、2匹、1匹と1人、いいね。なんかな、うわうわ、添いね、安全地帯で一緒に休む。ほえーほえーだな、ほえーだわ。どうしよう、これでいいかな。プレゼントを買ってきた、どんなプレゼントか。あー余ったからもらっちゃう。ゴミ、あ、ロウソク、ロウソク、光るセンスを感じるね、ロウソクからは。だんだん徐々で、だんだん徐々ペアでいこう。だんだん徐々と奇妙な冒険。あ、いや、失礼しました。泡立てマイク、泡立てマイク。泡立て、うん？泡立てマイク。
泡立てマイクね、びっくりマークがありますが、ああそうか、さっきのとこか。オッケーオッケー、とりあえず宝箱だけもらっとこう、もらっとこうか。足風になる、足風になる、なるすなるす、高し気象攻撃全体と、あ全体じゃねえ、あさみちだ、へい、ワンパン、いいかな。緑ピョンっていうのはどういう位置にいるんだろう。スライム的な、スライムじゃねえ、各種メタルとかゴールドスライムとかもあるからね、スライム的な感じかな。はい、いろんなこういろんな、なんだろう、能力くれるものに特化したやつがいると。あーまたか、上に進もう、とりあえず上でよかろう、よくないかな。大丈夫かしら。時を超える、おお、なんか強そう。いやー、なんかテンション上がってきたな。いよいよやっと来たか、俺と戦える、まともに戦える相手が。うん、どうだろう、なんか怪しい。ああ見た目だけ強そうな、見た目だけちょっとでかいだけやった。あ、でも経験値はまあ、なんか特上一食いハーブティー、なんか美味しそうだな。美味しそうやね。え、また分岐、マジか。これ全パターン開けるのちょっと辛いな。あ、いいや、ゆっくり開けていけばいいや。ただ全パターン開けないと思ったものが手に入らないかもしれないですね。よし、行ったれ、鼻息、カエルの息みたいな、闇の、いや黒い感じ、漆黒の息、黒い息か、ドラクエで言うと黒い息、黒やったかな。そうね、俺わかんねえや、そう忘れちまった。あ、これか、俺がだから探し求めたのは。あ、銀のだが、高橋がもらった。あ、ついや、次のアイテムかな、銀のだがって。へえ、それちょうどいいな、ちょうどいいって言い方あれやけど、助けた人は600人になったね。神の力の目覚め、目覚め、神の力目覚め。 HP 振りかけ120、140、振りかけはあんま使わんけどね、これまで。どうなん使うんすかね、ラスボスとか結構きついんかな。あとの力目覚めさせていった、これからもどんどん怪物たちをやっつけて、ミトピアの人々を救ってくれ。650人、そんなに難しい要求ではないので大丈夫だと思います。うわー、これ何、4か、気づか、うわー、9、敵討ち、うーん、どうしようかな。サイリの部屋行きたいな。なんだそれ、あ、なんかもうぐちゃぐちゃな人間関係がさ、人間関係大変だわ。4人と1匹でこんなぐちゃぐちゃになるんかいな。そんなぐちゃぐちゃになってねえのか。ただ会いたいってだけか。ただ会いたいってだけなら止める必要もなかろうか。んで、こう。いろんなメンバー組み替えた方がいいのかな。レベル上げ、その関係と実は1個ってね。何言うつもりかしら。そうなの？らしいよ。そんな一面があったなんて。なんだそれ、意外。なんだなんだ、お前ら二人で、お前ら二人というか俺ら二人で守りは何か分かんないっていうね。敵討ち、秘密を共有するとやっぱり仲良くなれるのかな。普通の場合よりも、普通よりもね。料理食うか、お前とりあえず食おう。いい、あ、ダメか、一食いハーブティー、ダメか。これはどうだ、うまいだろ。よしよしよし、何食うやと、全部わかるんだ、すげえ。特に何もなく、かもなく不可もなくみたいな。ジョーピョンのやつ、あ、ジョーピョンのやつこれ食うか。うん、ジョーピョンすげえな。はいはいはい。
構大満足。うん、パフェなあ、やっぱ不思議だわ。こんな嫌い。いや、そうか、誰も食えねえじゃん。あ、みんな胃袋ダメじゃん。オッケー、まあ、残しとこう。まあ、そんな無理に食わせる必要もなかろう。服買えんじゃん、怒りの衣。いいよいいよ、買ってきな。あ、祈りの衣か。なんかセレブ感が出てる。出てないか。よし、OK。とりあえずこれでセレブ感が出てるので、お、料理を食べさせて MP をプラス12し、ああなるほど。はい、じゃあセレブ感が出てるので今日はこの辺でありがとうございました。おやすみなさい。